まあ、今ね結構奇妙なことが起きてるなと思うんですよ。というのがテレビで放送したことってのはやっぱりね信用されるんですよね。でもテレビで報道するその取材をする人っていうのはインターネットを使って取材してるんですよ。検索したりインターネットで調べた先に、まあ、取材に行ったりとかしてね。つまりは取材はインターネット、放送もインターネットだと信用度は下がると思われて、取材はインターネット、放送はテレビ地上波だと権威付けされるってことですよね。まあこれは長年の慣習によるもんなんでしょうね。まあでもそもそもテレビっていうところから情報を得てない世代、今で言うと20代30代以下の方から見るとテレビの視聴時間って本当にねゼロに近いですからね。まあ私もほぼゼロですよテレビ、ゼロですね、ほぼっていうよりも本当にゼロですね。だからネットで検索した記事がテレビ関係からのなんかねアウトプットだったっていうのがあるぐらいで、でも情報ソースっていつもインターネットの例えば SNS とかブログ記事とかになってきますよね。取材っていうのも今ではこたつ記事って言って、あの一歩も取材に行かずに多分こうだろうな、こう書いたらウケるだろうな、こう書いたらビューが集まるだろうな、つまり報酬になるだろうなみたいなのを先行して書いてるみたいで、真実とはかけ離れてることがあるんですよね。まあそうなってくると本当何が本当なのかを判断することはなかなか難しくって、まさに火事が起きてないところに煙をまくこともできるかなと。でその嘘を嘘と見抜ける人ってほとんどいないので、信じたいものが真実になって、信じたくないものっていうのはなかったことになるみたいなね。最近ではその袴田事件って言ってからね、冤罪事件がありましたけども、完全に犯人とは関係ない人を犯人に仕立て上げる構図ってのは昔からこの日本にあって、で警察や検察が白といえば白なんだ、黒といえば黒なんだ、もうあとは抵抗できなくってね、そこに抵抗するような、まあ、裁判結果も出せないから、だから裁判所もまあ警察が言ってるから黒なんじゃないですかとかね、検察が白って言ってるから白なんだろうみたいなことでねじ曲げた判決を書くってことはやっぱ長いですからね、まあ、今でもそうみたいですよ。困ったもんですね。だからね、あの NHK から国民を守るとってね、立花隆さんになるじゃないですか。 NHK が嫌がるような判例を出すと裁判官とか裁判長がね、やっぱ本当かどうかわからないような罪とか噂で NHK 放送されちゃうんですよ。なんとかかんとか裁判官こんな淫行してました、自宅にこんなものがありました、こんなことを言ってましたですからね、徹底的に潰して社会的に抹殺するみたいな、その報道の権利と信用が NHK にある以上、 NHK が三木谷さんのことを報じない限りはそれはネット上のデマってことになりますしね。 NHK が報ずると冤罪でも罪になるというね、恐ろしい時代ですよ。あと20年30年経つとどうなるんでしょうね。やっぱりインターネットで情報を取ってインターネットで判断する人が増えていくときに、なんかねその個人特定とかっていうのもすごく早いじゃないですか。それこそ警察以上にツイッターの人とか早いわけですよね。そうなってくるともうねプロ以上にプロフェッショナルな素人っていうかね普通の人が溢れた世の中に